どうも、カズロックです。ついにこの僕もあれを試す日がやってまいりました。それはこいつだ。デスソース柿の種これね、デスソースしようって書いてある。近くのね、ビレッジヴァンガードで250円で売ってました。実を言うとね、僕まだこのボトルを試したことがないんですね。ボトルは結構激辛みたい、死にそうなほどね。ただ今回これは柿の種なんで食べれるパンだと思うんですね。ただここにね、種類が書いてあるんだけど、この商品は想像を絶する辛さとなっておりますと書いてあるんですよ。じゃあ早速開封します。見た目はね、普通のパキッと一緒。このね、唐辛子もかかってない感じがするね。匂いも全然辛い匂いじゃないんです。男は黙って柿の種を食え。あ、もう結構辛さきてるわこれ。今ね、午後ぐらい食べてるんだけど、結構これ後から来るタイプですね。あ、結構これ辛いわ、本当に。舌がだんだんピリピリしてきた。結構辛いねこれ。やっぱよくわかりました。じんわり汗とかも出てきたかな。本当に想像ってする辛さだね。このボトル、機械やったら買おうと思ってるんですけど、スナックでこれってことは、ボトルは超やばいんだろうね、これ。本当に。食べ終わったけど、まだまだ、汗出てくるし、舌もピリピリし、痛いし。やばいね、これ、本当に。僕、以前ね、九州におばあちゃんいるんですけども、そのおばあちゃんが送ってきたね、唐辛子を、僕その時中学校だったんですけど、調子こいてね、こんなもん食えるわ、楽勝だわ、って言って、唐辛子を、乾燥唐辛子を食ったんですよ。で、その時に、時間ぐらい、もう、ピリピリして、ハーハーしても痛いんだよ。水とかなんか冷たいものを口に含んでないと、ずーっと痛くて、それが1時間ぐらい続いて、その感覚。でも食べれない辛さではない。僕はまだ、食べれるかな。なんか初めての、デスソース塩のね、食べてみたんですけど、期待通りの辛さでした。まだね、こんな感じで、たくさん入ってますが、責任を持って完食したいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。では、また。